が別になんかこう人のものを欲しがったりもないし、嫉妬もなければ何もない、生まれ持った自分自身で楽しむしかない。あと僕はなんか最近思うのはこうバンドとかもね、うん、バンドみんなが親戚のようになってみんなのライブに来てくれないかなとかってね。さっきからなんかよだれすすってない？ちょっとね、うん、口元がね、はい、ゆるいゆるいね。おお、みんな丸。おお、意外と好きよ。ここ A 型ですか、ね。うん、いや、これね、俺ミニチュアが好きやから、はいはい、紙の端っこを切り取って、うん、すごいちっちゃくして寿司作ったりする。それ誰かに見せたりする？勝手に店に置いて飾って帰る。せーの、これも全員弱いですね。もう年もありますし。せーの、3日使ってたんですけど最近2日に変えたんですよ。あ、ルール変えたい。そうです。でも1日で嫌だったもん。俺もう嫌だし、うん、3日までいけるね、しっくり来るだけある。ある。あ、これまだいけるね、うん、俺彼女がいたら毎日変える。今はおらんから3日で。おお、はい、丸ですね。まあ自分たちのライブでね、わざわざテレビに出て、うん、宣伝しに来てるんで、来んなって話だよね。これパッと出したらね。怒られます。そうだね、楽しい、楽しいです、はい、MC から、曲から、うん、楽しくやっております。楽しくやってますので、来てください。結構バラバラになるかなと思ったけど、意外にびっくりしてます。ちょっと絵学校しいやったね、うん、いやし、いやいやいや、なんかそういう清潔感の、いやいや、なんか欲しいんやろね。欲しいよ。泥の中で育ったのにね。泥のような幼少期を。やかましいわ。丸と×。